こんにちは、あやです。今回は何それ、ちょっと面白いの入ったんでご紹介します。カーセキュリティといえばカーコントロール、中古車販売、買取、カスタム、車検はレアレまで。はい、じゃあ、はい、あやちゃん、これいきさつを説明しましょう。まあ、まずは、まあ、そもそも私、まあ、皆さん知っての通り、いろんな海外通販サイトから面白いのを教えてくるのが好きなんですけど、うん、今回もちょっとね、いいのあるなって思いながらずっと悩んでたものがあったんですよ。で、実際プライベートで購入してみました。買ったのがこっちね、私プライベートで買ったの、うん、じゃあそれから開封してみましょう。 OK、 はい、なかなかでも今これジャンバー、あ、こっちかえ、この後ろのこれもなかなかおしゃれやね。これなかなか可愛いでしょ。これ新作なんでよかったら、なんか動画であったよね。そうです、動画でね、チャンネル2でも紹介してるし、チェッカーフラッグもかっこいいじゃん。そう、今年はチェッカーフラッグいいね。俺も欲しいな。ぜひどうぞ通販サイトでご購入いただけますみんな知ってるかな、こういうの。じゃん、こういう商品です。さあ、分かる人はコメント今すぐ書いてねだけどサムネイル見たらもう分かるね。まあこれが私はずっといいなって思ってて、うん、それなんでかって言うと、私ラブ4乗ってるじゃないですか、うん、ラブ4乗ってるとやっぱ背が高い車なんで、うんうん、なかなか上の方に洗えなかったり、これね、そう、洗えるんですけど脚立を持ってきたりっていうのが面倒くさかったり、うんうん、場所を選ぶじゃないですか、うんうん、しぶつけたら怖いっていうのもあって、うん、これずっと気になってたんですよ、うん、で今の説明でわかるかな。これは上に登るために使う商品です。ここのドアのここの部分、お、日本だとこの考えはないんじゃないかと思うんですけど、このフックをこう引っ掛けてこうですね。いやこれ、ここの上に乗るんだ。ここに乗ります。いや、あのさ、まあ、ぶっちゃけ僕の個人的な感想ね、はい、これ見た感想は、個人的な感想はこれ、まあ不安定っていうのもあるんだけど、はい、あの強度的に怖いよね。うん、それは私も買って思った。でもこういうのは欲しいと思って探したら、うん、こちらですね。お、ちょっと大きくなりましたね。大きくなったぞこれは何だというと、うん、お、なんかさっきと全然違うぞ。そう、しかも違うのは、でもフックはフックですね。うん、フックはフック。でもフックのところもなんかごつくない？そう、全体的に重量感も増したし、ほら、なんかもうしっかりロックされてるでしょ。しかも見てください、あ、段階をここも動くし、支えもある。ちょっとさっきとは仕様が違う感じですね。さっき斜めっとったやつが斜めにならない感じがしますよね。おう、ということでやってみましょう、うん、一旦こうやって、じゃないとかかんないんで、うんうん、かけます。で、ここを開いてもらって、この車の高さに、うん、角度に合わせて、お、なるほど。こういうことで、ガチッとくるところで安定するところに持ってくると。そう、で、ここもちゃんとはまってることを確認して、ここがね、しっかりゴムが大きいんで、またなるほど、若干こうやって浮いとるところもなるべくこうまっすぐ来るように支えてあげればより安定すると。うん、うん、ステップ部分も大きいんでいいんじゃないと思って。これよく見つけたね、これ。なんですけど、うん、やっぱこういう商品は危険が伴います。あ、まあ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 、まあ、リスクも絶対にあるんで、うん、まあ、使い方だったり、あとは使ってるうちにやっぱ少しずつ緩んでくる場合もあると思うんで、うん、そういうのはやっぱ自己責任にはなってくると思うんですよ。あ、はいはい、いくらさっきより安定してるとはいえども、ここの付け方がちょっと間違ってればぐらつきやすくなるし、うん、しっかり固定されてても、まあ、こうやって強制的にあるぐらぐらすると。そう、乗り方によってはぐらぐらする。だから乗り降りするときにやっぱ気をつけると、うん、いうことだったり、うん、ってことで使い方としてはやってみます、はい、よいしょ、うん、よいしょ、あ、そこに乗っかって、おお、両足乗っても大丈夫。ちょっとすげえな、それ。しかも全然届く。あ、すごい。どこまで届く？半分以上。お、あやちゃんの身長でもう半分以上届く。ということは、私より大きい人はほぼもうこっち片側だけで全部洗えちゃう。はあ、すげえ、うん、すげえ。今どう、足不安定？こう立ってる分には別に。これは便利だわ。これは絶対便利だと思います。で、一つ質問、はい、ちょっとあやちゃんの体重なら
大丈夫かもしれないんだけど、もうちょっとこう体重の大きい人ね、うん、だとどうなるんだろう。そう言われると思いまして、うん、資料映像用意しておきました。はい、こちら。はい、ね、僕の体重じゃん。で、あー読んだ0.1トン0.1トン。お待ちしました。おい、はい、ヨンさん登場。そうそう、こんにちは、久しぶりです。僕わざわざ呼ばれたんですよ、今日。で、なんかなと思ってご飯食べさせてくれるのかなと思ったら、岩本さん大丈夫、岩本さんさえいてくれれば何言うた、その体重が必要。0.1 トン任せて、お願いします。どうしたらいいの、はい、ここにね乗ってほしいんです。ここに乗るの、ここに。こんなんでも俺が乗ってバキッてやって、こうガシャーいったら誰が弁償すんの。いやいや、岩本さん。そうそうそう。うちが面倒見ます。ほんま、はい、ほんまに大丈夫。はい、大丈夫です。お願いします。なんかちょっと怖いな。おぉ、おぉ、すごいやん。おぉ、全然。ちょっと待って、0.1 トン乗っても大丈夫。俺これ向こうまで届くね、俺やったら。これすごいでしょ。すごい。これ、洗いやすいのよ。これはいいね。あ、なんとサンルーフ端から端まで磨ける。おぉ、ほんとだ、届く。すごい。これで、ここへこむんじゃないのみたいな、こういうところが。 0.1 トンやから、うん、ここもう何にもなってないよね。これちょっと後ろ持ってきます。はい、よし。で、今度これでかけた時にここにこう負担がかかってへこまないかとかね。うんうん、まあ、ただ僕思う、これフレームだもんね、ここは。うん、だからよっぽどこことは違う。これ100キロググってやったらもう確実にへこむ。そうっすね。ここはね、大丈夫だと思う。どうぞ、もう一回お願いします。へこんだらもう責任取ってこの車持って帰るわ。金は払わんけど。ぐんぐんする。ぐんぐん、ぐんぐんして。これ相当かかっとるよ、これ。ぐんぐん。車自体がもう。すごいね。で、本来はこうやってぐんぐんはやっぱりやらんほうがいい。絶対。ぐんぐんはやらんほうがいいんだけど。大丈夫よ。なんともない。なんともなってない。まあね、自己責任になっちってしまいますけどね。まあ、よかったらウエスかなんか挟むとか、うん、ちょっとしたね、保護剤貼るとかしとけば、ね、うん、一番いいのかなとは思いますね。はい、お帰り。どうでしたか。安心できましたか。確かにすごいね。まあ、あれもやってもらってはいるんですけど、何十回も何百回もやったわけじゃないので、そういう強度試験をしましたっていうことではないです。はい。で、あとは、まあ、そのどんだけ使ったらどういう風になるっていうことがわからないので、その辺はまあ自分で安全確認をしてもらいながら使っていただけたらなと思います。はい。ちなみにちょっと運転席もつけてみようか。はい。運転席の方がやっぱまっすぐの方が安定はしますよね。うん、でもさっきもまっすぐだったよね。まあね、ここはまっすぐになるんですけど、うん、よし、まあいい感じ。はい、じゃあ登ってみて。 OK です。まーす。はい、はーい。へえ、すごい。お、すごいじゃん。え、ちなみに万一のことあったら俺支えるから、ゆっさゆっさしてみ。はい、そこ持って。はい、ゆっさ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 。もう怖さあんまないですね。一応ここフレームが動いとる。大丈夫。あんまりやらんほうがいいですね、これはね。あ、はい、洗車するときにやらないでしょ。で、ちなみに洗車するときにちょっとこう拭いてみて。うん、拭きしてるような状態だとあんまりへこんだりはしないですね。はい、はい、OK。 じゃあ降りてください。まあでも岩本さんがやってもへこまんかったからちょっと見てみて。ああ、なんもなってない。うん、まあ一応自己責任ということで。はいはい、それを分かっていただける方にはちょっとこれ買ってみてほしいなと思います。うん、はい。で、洗車がとても楽になりますと。そう、だってあんな大きい脚立持ってこなくていいんだもん。いや、これがめちゃくちゃ便利。これめっちゃ便利ですわ。あと出た先でもちょっとしたことで拭けたり、うん、上のものを取れたり、やっぱルーフラックつけてる人とかもいると思うんですよ。うん、そういう時にちょっとした時に楽、うん、っていうのであっていいんじゃないかなっていうアイテムです。持ち運びが便利。これが一番大きいね。うん、はい。じゃあ一応自己責任ということで、はい、購入されたい方はこちらまで
はい、概要欄にもリンクを貼っておきます、はい、ぜひ検討してみてください。お願いします。